こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、朝木明代さん転落事故を紹介するぜ。この事件は、東京都東村山市議会議員を務めた政治家の朝木明代さんが、マンションの階段の踊り場から転落して亡くなってしまった事件だぜ。市議会議員が転落。なんだか闇がありそうな事件ね。この事件は、警察の捜査やその後の裁判によって自丸と結論付けられたが、現在でもネット上では、某宗教団体が関与してるのでは?と噂されている。宗教団体が、聞き捨てならないわね。どうして話題になっているのか、気になるわ。では朝木明代さんと某宗教団体がどういう経緯で関係することになったのか、事故に至るまでの様子を解説していくぞ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1995年9月1日午後10時頃、東村山市議会議員の朝木明代さんが、西武鉄道東村山駅のビルから転落した。ビルの下で倒れていた朝木明代をビル1階のハンバーガー店の女性店員が10時半頃に発見し、救急搬送されたが、搬送先の防衛医科大学校病院救命救急センターで、9月2日未明に亡くなってしまった。直接的な丸因は何だったの?司法解剖の結果失血性ショックだということが分かったんだ。東村山警察署は当初、地丸と田丸の両面から捜査を始めたが、警察犬を導入して、入念な現場検証と捜査を続けた結果、地丸であると結論付けたぜ。どんな経緯で、そうなったのかしら?朝木明代さんは事件当日の1995年9月1日、昼の12時半に矢野穂積東村山市議と二人で、事務所を出て揃って活動した後、19時5分前に二人で事務所に戻ってきたぜ。事件当日の19時15分に、朝木明代さんは、事務所から自宅に向かって、歩いている姿を目撃されているんだ。なぜ朝木明代さんは、そんな夜遅くに事務所を出たのかしら。20時30分頃には近所の薬局店主が事務所に向かう朝木明代さんの姿を目撃していることから、何らかの理由で薬局に行きたかったんだと思うぜ。なるほどね。体調でも悪かったのかしら。ああ、その可能性もあるな。実際に21時19分に、気分が悪いので休んでいきます。と言ったきり、戻ってこなかったんだ。そしてこれが彼女の最後の言葉になってしまったんだぜ。まさかこの言葉が最後になるなんて、誰も思わなかったでしょうね。ああ、そうだろうな。それに朝木明代さんは、人気市議会議員として活躍していたんだ。そんな人が自ら命を絶ってしまうなんて、誰も予想していなかったことなんだぜ。朝木明代さんって、有名な人だったの。税金の使途の監視や職員給与の節約、環境問題、ゴミやリサイクル問題に積極的に取り組み、市民からの信頼も厚い議員だったんだぜ。次からは、もっと詳しく朝木明代さんの経歴と功績について見ていこう。朝木明代さんは1944年に東京都東村山市で生まれたぜ。東村山市立東村山中学校、都立武蔵高校卒業後、銀行に就職し勤務していた。私生活では、一男二女の母親で、ボランティア活動、市民運動、PTA 活動に関わり、社会教育委員、公民館運営審議会委員を歴任したぜ。仕事と家庭の両立ができていて、すごいわ。女性の鏡ね。相当できる女性だったんだろうな。1987年4月、東村山市議会議員選挙に無所属で立候補し再開当選。その後、一人会派草の根市民クラブを届け出て活動したぜ。ついには市議会議員に立候補したのね。主婦がここまでできるなんて素晴らしいの一言だわ。1991年4月、1995年4月の同市議選では、いずれもトップで連続当選しているんだ。朝木明代さんの躍進は止まらないわね。市議会において行政、市職員や同僚議員の様々な疑惑を繰り返し追及していったぜ。特に税金の使途監視や福祉問題に力を入れていたため、市民に寄り添える市議会議員として一躍有名になったんだ。どの問題も市民にとっては大事な問題ばかりだわ。人気が出るのもうなずけるわね。こんなに人気の朝木明代さんが自ら命を絶つことなんてするかしら。私もそう思うぜ。だが、警察が自丸と決めたのには二つの根拠があるんだ。え?それは一体何なの?一つ目の理由として争った形跡がなかったことが挙げられる。もし誰かに命を奪われていたら、抵抗した痕跡は当然ながら残るわよね。そうなんだ。しかも現場になったのが繁華街のマンションビルで1階にはハンバーガー店が入っていて、上の階には居住者もいたみたいなんだ。現場は夜は静かで、エレベーターの開閉の音さえ響くような場所だったぜ。そこで複数の人間が言い争いなどすれば、住民には確実に気づかれるはずね。それともう一つ、もし何者かに突き落とされた場合に残るはずの痕跡がなかったんだ。何かサスペンスドラマを見ているようだわ。
その痕跡って何かしら？実は、何者かに突き落とされた場合、体は放物線を描くように落下するんだぜ。逆に自ら飛び降りるときは、落下の軌道は壁沿いに真下に落ちるんだ。これらの丸体の落下位置は、事件性があるかどうか見極めるために重要になってくるぜ。実際に2015年に起きた兵庫の女性転落事件でも、女性が死亡する直前に男に暴行されていたことが認められながらも、交際相手だった男が無罪になったぜ。暴行されていた事実があったのに。ああ、そうなんだ。一審判決によると、女性はビルの側壁から50センチも離れていない位置で、倒れている状態で見つかったんだ。弁護人は、一般にビルから突き落とされるなどした場合、転落した人は放物線の軌跡を変えて落下する。そのため、転落した人は建物からある程度離れた位置で発見されるのが通常。とし、女性を殺めようと突き落としたのであれば、女性はビルから離れた場所で見つかったはずだと主張したんだ。ビルの真下で見つかったということは事件性の可能性は低いってことね。そういうことなんだ。一審神戸地裁姫路支部は暴行罪の成立のみ認めて丸人罪を無罪と判断。検察側の懲役22年の求刑に対し、懲役1年4ヶ月を言い渡したんだ。1年4ヶ月。だいぶ短くなったのね。丸人罪に関しては、無罪になったからな。この事件と同じように浅木昭代さんも、ビルの真下に落ちていたんだ。しかも亡くなる数時間前から、一人で沈んだ様子で行ったり来たりする姿が目撃されているぜ。マンションの踊り場や着衣に争った形跡がないことから、警察だけでなく、検察、検視官などが事件性はないと判断したんだ。話を聞いていると、事件性はないように思えるわね。何か突発的な理由があったのかしら？だが、少し不可解な点もあるぜ。え？転落現場の手すりには外側から捕まったと見られる手の跡がついていたんだ。ということは、浅木昭代さんは飛び降りる前に手すりにぶら下がっていたことになるわよね。警察は、そのことについてどんな見解を示しているの？飛び降りようと思い手すりの上に立つなどしてみたが、怖くなって、一旦は手すりにぶら下がりそこから真下に落下したという見解だぜ。だが、住民はキャーという女性の悲鳴を聞いているんだ。なんだか、事件の匂いがプンプンするわね。ああ、だが警察はそれでも結論を変えなかった。なんだか無理があるように感じるんだけど。だが、もう一つ警察が自丸と判断した材料があるんだ。現場は東村山駅前のビルで飲食店やパチンコ店がまだ開店している時間だったぜ。午後10時頃、キャーという女性の悲鳴とともに、ドスンという音を周囲の人が聞いたんだ。30分後、ビルの1階に入っていたハンバーガーショップの店長が、倒れている浅木昭代さんを発見したんだ。午後10時というと、繁華街だから、まだ賑わっていた時間よね。そうだな。見知らぬ女性が倒れていることを発見したアルバイト店員は浅木昭代さんに声をかけたんだ。大丈夫ですか？大丈夫。落ちたのですか？違う。救急車を呼びましょうか？いいです。え？救急車の手配を断ったの。浅木昭代さんは、意識が朦朧としていて、思ってもいないことを口に出してしまったのかしら？いや、この時はまだ浅木昭代さんの意識はしっかりあったみたいだぜ。だが、心配したアルバイト店員が救急車の手配をしたのは10時45分頃で、さらに救急車が到着したのは10時56分だったぜ。転落からすでに1時間近くが過ぎていたんだ。ビルから落ちたということは、かなりの重傷外傷だったに違いないわ。それなのに救急車を断るなんて考えられないわ。浅木昭代さんの倒れていた地面には血だまりができていて、出血が激しいことがわかっているんだ。しかも何者かに襲撃されたのなら真っ先に助けてなどと叫ぶはずだよな。だが、浅木昭代さんが発した言葉は正反対のものだったんだ。事件直後の9月2日午後、ハンバーガー屋の店主が第一発見者の店長に代わって、記者会見を行ったぜ。ハンバーガー屋さんの記者会見なんて聞いたことがないわ。記者会見の中で、この店主は、第一発見者の店長が浅木昭代さんに飛び降りたんですか？と聞くと、飛び降りていないとはっきり否定されました。と事実を公表したぜ。もし、何者かに命を狙われていたのなら、何かしらの被害は訴えていたはずよね。やっぱり自ら飛び降りたのかしら。だが、これらの根拠があるにもかかわらず浅木昭代さんはたまるの疑いが拭いきれなかったぜ。それには、驚くべき事実が隠されているんだ。1995年4月、浅木昭代さんが創設した草の根という政党から、初めて3つの議席を獲得したんだ。このことが、これから始まる問題の始まりになったんだぜ。議席を3つ獲得するってすごいことじゃない。こんな素晴らしい功績がなぜ問題につながるの？まずはことの経緯から説明していくぞ。1995年、議席を初めて3つ獲得した時、浅木昭代さんの娘の浅木直子さんは、
20代の若さを生かして初当選したんだ。そして、もう一人の挑戦者の矢野穂積さんは時点で涙を飲んだんだ。矢野穂積さんって東村山市議会議員で朝木昭代さんの娘の朝木直子さんと二人で、開白佐野根市民クラブを作ったメンバーだぜ。当時40代後半だったから、20代の朝木直子さんに比べたら、だいぶ先輩だということになるんだ。一回り以上上の先輩よりも朝木直子さんの方が投票数が多かったのね。この時、朝木直子さんが突然選挙直後に千葉県松戸市への転出届を提出し、東村山市に住所を持たなくなったために自らが被選挙権を失ったと主張し当選を返上したんだ。せっかく当選したのに、何のためにそんなことをしたの？自分が当選を返上させることで経験豊かな矢野穂積さんを繰り上げ当選させようとしたんだぜ。でもそんなことしたら、ダメじゃないの？他の市議会議員の反応はどうだったのかしら。市選挙会の審議の末、矢野穂積さんは繰り上げ当選することになったぜ。だがこの朝木直子さんの行為が議席譲渡として地元市民から批判を浴びたんだ。新聞の全国版でも取り上げられるほど物議を醸したぜ。そりゃあ、そうよ。国民が投票して選出したのに、その席を譲ってしまうなんて聞いたことがないわ。この件について、東村山市民の有志らは、あまりにも意図的な議席譲渡は選挙民を欺く議席の私物化であり、到底、認められない。との趣旨で、矢野穂積さんの繰り上げ当選を認めた。と選挙管理委員会の採決の取り消しを求めて訴訟したぜ。まさかの裁判にまで発展したのね。それで、どうなったの？一審の東京高等裁判所は訴えを却下したぜ。原告らは、この点に関し住所とは生活の本拠であり、それが失われたか否かという判断は実質的判断である。選挙管理委員会には判断権はなく住所に関することは、議員資格取得後議会が決定する事柄である。法99条は被選挙権の喪失事由を分けず、一律に被選挙権を失った時は当選を失うと定めているため、原告らの右主張は到底採用することができない。と、繰り上げ当選に違法性はないと判断して訴えを退けたんだ。法律では、議席譲渡は特に違法ではないということなのね。ああ、だがすぐに朝木昭代さんと朝木直子さんは上告されてしまうぜ。二審の最高裁判所第二小法廷は、朝木直子さんが住所を移転させる強固な目的で転出の届け出をした上、現実に右社宅で帰居し、議員としての任期開始後最後に転居の届け出をした松戸市内の住所がそのまま生活の本拠となっているとしても、朝木直子さんは、議員としての身分を取得する前に被選挙権の要件としての、東村山市の住所を失ったとは言えない。と述べ、矢野の繰り上げ当選を違法としたんだ。判決が覆されたのね。1997年8月29日、東京都選挙管理委員会は、最高裁判決を受けて、矢野の繰り上げ当選を無効と決定し、9月2日には東村山市選挙管理委員会が選挙会を開き、朝木直子さんが、被選挙権を失っているのは明らか、として議席の欠員を決定したんだぜ。そういう判決が出てしまっても仕方がないように感じるわ。でも、朝木昭代さんや朝木直子さんは納得がいかなかったでしょうね。ああ、その通りなんだぜ。そのためこの争いは最高裁にまで発展してしまったぜ。だが結果的に、最高裁判所は議席譲渡を無効と判断し、この議席譲渡問題は幕を閉じたんだ。朝木昭代さんの思うようにはならなかったかもしれないけど、解決はしたのね。ああ、だがこのすぐ後に新たな問題が起こってしまうぜ。また、問題。その後、朝木昭代さんが東村山駅近くの洋品店で万引き事件を起こしてしまったんだ。1995年6月19日の午後3時過ぎ、店主の妻が万引きを現認し、外まで出て行って追及したところ、朝木昭代さんの背中の方から1900円の T シャツがポトリと地面に落ちたんだぜ。朝木昭代さんが、1900円のために万引きなんてするかしら。朝木昭代さんは、その場で店主に取り押さえられ、結果的には未遂に終わっているが、店主によると発覚したのは2度目だった。1度目はまさか市議会議員がそんなことをするとは信じられないまま、見逃す結果になったそうなんだ。そのため今度こそはと身構えていたところに鈴木昭代さんが現れ、再び万引きを繰り返したというわけだぜ。まさかの2回も万引きをしていたなんて、驚いて言葉も出ないわ。警察も動いたのよね。店主の妻が被害届を出したため、この万引きは事件として扱われることになったんだ。1995年6月、朝木昭代さんは、東村山市内の店で発生した万引き事件の被疑者として、警視庁東村山警察署で3回にわたって取り調べを受けたぜ。だが、一貫して否認したんだ。え？でもその現場を見られているのよね？ああ、そうなんだが、当初から朝木昭代さんは事実無根と主張し、確かなアリバイがある。と言ったんだぜ。アリバイって、
朝木明代さんは万引きがあったとされる時間、同僚の矢野穂積さんと共にファミリーレストランで、遅い昼食をとっていたと主張し、店から取り寄せたレジジャーナルを証拠として持参したんだ。れっきとしたアリバイだわ。じゃあ、朝木明代さんは万引きをしていないことになるわね。いや、警察が調べてみると、料理を注文した時間、食べたランチの内容など、朝木明代さんの主張はいずれも虚偽だったことが判明してしまったぜ。そして他人のものをアリバイとして流用していたことが発覚したんだ。残念だけど、もう言い逃れはできないわね。ああ、だが、店主が朝木明代さんが事件当時着用していた服と、朝木明代さんの証言による着用していた服が食い違っていることが判明したぜ。また、万引き現場を通りかかった目撃者の一人が証言した服装とも矛盾しているんだ。ということは、冤罪の可能性もあるということなのね。ああ、そうだぜ。メディアの中には、事件には不自然な点が多い、と書くところもあったくらいなんだ。結局、この万引き事件は、1996年3月に朝木明代さんの転落事故によって、万引き被疑は被疑者丸棒による不起訴となったぜ。この万引き事件や議席譲渡問題で思い悩んだ朝木明代さんが、自ら命を絶ってしまった可能性があるってことね。でも、政治家として力強く生きてきた人がこれだけの理由でそんな決断をするかしら。どちらの事件も大変なことではあったが、それだけでは腑に落ちないよな。実はこの事件の背後には某宗教団体の存在があると言われている。冒頭で言っていた闇のことね。一体どんな関係性があるか気になるわ。実は1992年に朝木明代さんが所属していた草の根市民クラブと、某宗教団体や某政党との関係が悪化していたんだ。どうして悪化してしまったの？朝木明代さん自身の発言によると協議会で懇親会費の支出に異を唱えて、某政党所属の市議と口論になったことがきっかけだったぜ。その後、朝木明代さんは市議会においても某宗教団体や某政党の追及に力を注ぐようになった。ということは、ある宗教団体って、有名なあの某宗教団体のことだったのね。そうなんだぜ。例えば、1993年の平成5年6月定例会では某政党市議を監査委員に選任する案に対し、政教新聞社と某宗教団体の関係は？政教新聞社は法人か非法人か？と主張を問い詰め、某宗教団体に関する不正や癒着の疑惑を厳しく追及していた。朝木明代さんは、某宗教団体の闇を暴こうとしていたのね。さらに朝木明代さんは某宗教団体の脱会者が受けている嫌がらせや、人権侵害を問題視し、某宗教団体の脱会者や被害者の救済活動に取り組むようになったんだ。特に、某宗教団体の高校で起きた脱会者への退学強要事件は、マスコミでも取り上げられるなどし、その活動は広く知られることになったぜ。だが、そのせいで事務所や関係各所への嫌がらせが始まってしまったんだ。え？どんな嫌がらせだったの？いたずら電話や放火、ポケベルへの脅迫的メッセージなどがあり、さらには、自分たちが発行する市民新聞東村山市民新聞宛に、火薬と嫌味が書かれた手紙が送りつけられたりしたそうなんだぜ。それはやりすぎよ。そして、矢野穂積さんは1995年7月16日の深夜に何者かに襲撃され、顔をボコボコに殴られたとも主張しているんだ。こんな嫌がらせをするのは朝木明代さんが闇を暴こうとしているからよね。朝木明代さんの転落事件にも何らかの闇が関係していても不思議じゃないわ。そう考える人は少なくないようだぜ。しかもたまると疑われているのには、朝木明代さんの亡くなる直前の様子も影響しているぜ。何か不可解な点があったの？霊夢は、仮に人生を終わらせようと思っている時にどういう行動をとる？そんなことは絶対に起きないけど私だったら、部屋の掃除をして周りにそれ以上の迷惑をかけないようにするわね。まあ世間一般ではそうする人が多いと思うぜ。だが、朝木明代さんは違ったんだ。え？転落現場から徒歩数分以内にある事務所は照明やエアコンがついたままで、やりかけの仕事が中断した状態だったそうだぜ。さらには、財布等の入ったバッグも置いたままだったんだ。それは違和感を感じるわ。責任感の塊だった朝木明代さんが、何もしないで自ら命を絶つとは思えないわよ。そうだよな。しかも事務所や自宅に遺書はなかったそうなんだぜ。さらに事件後の9月3日には、高知の某宗教団体関係のシンポジウムで講演する予定だったため、ワープロの電源が入ったままでシンポジウムの講演のためのプロットが、書きかけのまま放置されていたそうなんだ。その様子を見ると、ただ出かけていただけのように見えるわね。そのため、あるメディアでは犯人グループが朝木明代さんを自宅で拘束し、現場に連行して突き落としたという推理をしているんだぜ。話がなんだか飛躍しているわね。怖くなってきたわ。そう思うのは当然だと思うぜ。だが、一概にもその推理が間違っているとは言えないんだ。え？
どういうこと？朝木昭代さんの司法解剖鑑定書には、左右の上腕内側に皮下出血があったことが記されていたぜ。腕の内側？転落していて、内側にない出血があるのはおかしいわよね。不思議に思った矢野穂積さんも民事訴訟で。法医学の常識から、変色部は他人と争った後と推測できる。従ってたまるであることの証拠だ。と主張したんだぜ。なるほどね。でも、矢野穂積さんは医者じゃないから、説得力があまりないわよね。その後、矢野穂積さんは山形大学名誉教授の鈴木康夫さんの鑑定書を証拠として提出したんだ。鈴木康夫さんは、矢野穂積さんの提供した関連資料を検討して、内出血の形状は楕円形と推論し、他人と揉み合って、上腕を強く掴まれた可能性も推認できる。という意見を出したぜ。じゃあ、朝木昭代さんは亡くなる前に何者かと争っていたかもしれないってこと？そうかもしれないぜ。だが警察は司法解剖を行わずに行政解剖を行う予定だったんだ。朝木直子さんたちが、それを拒否して自前で解剖を行う意思を示すと、急遽司法解剖に変更になったんだぜ。行政解剖って何なの？事件性はないと判断された丸体の丸因究明を目的とするのが、行政解剖だぜ。じゃあ、警察側は朝木昭代さんの転落には事件性が全くないという見解を貫いていたのね。そうなんだ。鈴木康夫さんが鑑定書を作成した後も一貫して、司法解剖で見出された変色痕は争った後ではないと認定した。と主張したんだ。明らかな変色痕があるのに、そんな主張をするなんて信じられないわ。だが、朝木昭代さんが亡くなった後に関係者からの内部告発で、思いもよらないことが発覚したんだぜ。内部告発？事件が思いもよらない方向に進んでいくわね。実は、東村山署現職警察官が内部告発をしたとして、ジャーナリストの瀬戸博之さんが内容を公表したんだ。現職警察官が内部告発をするなんてだいぶ大ごとね。世間を震撼させたその内容は、朝木昭代さんの事件はたまるであり、東村山署では犯人3名を特定したが、検察からの捜査終了の圧力がかかり、捜査を断念せざるを得なかった。というものだったぜ。うわ、想像以上のものだったわ。また、遺族は警察が捜査終了宣言を出したため検察に捜査に望みを託していたが、転落事件の担当検事が某宗教団体員だったことが判明したんだ。でも、今回のこの朝木昭代さんの転落は、某宗教団体が関係しているかもしれないと周囲は気づいていたはずよね。それなのに、担当検事に某宗教団体員をつけるのは間違っているわよ。通常、警察や検察は担当事件や捜査に関係する人間や団体は、捜査担当から外れるのが原則だが、今回はその原則から外れていることになるよな。どうして今回の朝木昭代さんの転落事件は例外だったのかしら？ジャーナリスト内藤邦夫さんは、某宗教団体は、自分たちと距離を置いたり、自分たち絡みの事件を調査しようとする。警察幹部がいると徹底して出世の妨害をする。そして絶対に捜査指揮権を持つ署長や副署長にさせない。逆に某宗教団体にとって都合のいい警察官は昇進の応援をする。と発言したんだ。要するに警察は異様に使われている可能性があるよね。そうなんだ。そのため警察は某宗教団体絡みの事件には触らないという風潮が出来上がってしまったんだ。だから、警察は朝木昭代さんの事件の解明に積極的ではないのね。でも、某宗教団体がこの朝木昭代さんの転落事件に関係しているというのは確かな情報なのかしら。実は、この朝木昭代さんの転落事件は現職警察官だけじゃなくて、某宗教団体の元幹部からも内部告発があったぜ。それはビッグニュースね。某宗教団体元幹部によれば朝木昭代さんの事件はたまるであると。某宗教団体元副教学部長より聞いたと裁判で証言したんだ。その証言はかなり信憑性が高いわね。元副教学長によれば、飛び降りが起きた当日、某宗教団体最高幹部の命を受けた。反社会的勢力の団員2名が朝木昭代さんに、某宗教団体に敵対する活動を止めなければビルから突き落とす。と脅していた。当初は丸さない予定だったが団員は誤って朝木昭代さんを突き落としてしまったため、元宗教団体幹部へ相談したところ、幹部は、警察に処理させるからほとぼりが冷めるまで身を隠せ。と反社会的勢力の団員に命じたというんだぜ。とても卑劣なやり方だわ。某宗教団体もこの内部告発は認めているのかしら。いや、この朝木昭代さんの転落には全く関係がないと主張しているぜ。実際に某宗教団体は、名誉を傷つけられたとしていくつかの週刊誌を提訴しているんだ。朝木昭代さんの転落事件を、真っ先にほかまる説を報道した一般誌は週刊現代だったぜ。
事件からわずか10日後の9月11日に発売された週刊現代で早くも、東村山女性主義編丸の謎に迫る。夫と娘が激白。秋代は某宗教団体に丸された。と題する記事を掲載したんだ。え、だいぶ強烈な記事だけど、大丈夫だったの？結局この記事は某宗教団体から名誉毀損で告訴され、週刊現代編集部及び朝木秋代の夫と朝木直子さんは共に、損害賠償額200万円の支払いを最高裁から命じられたんだぜ。まあ、そうなるわね。疑惑が広まった後某宗教団体は、週刊現代、週刊新潮、東村山市民新聞の記事に対して、それぞれ名誉毀損で提訴し、3つとも勝訴しているんだ。東村山市民新聞では矢野穂積さんと朝木直子さんが被告、週刊現代の裁判では雑誌関係者と朝木秋代さんの夫と直子さん、週刊新潮の裁判では雑誌関係者のみが被告になったぜ。裁判一つだけでも大変なのに同時進行でそんなに多い数の裁判になるなんて大変そうね。そうだよな。だが、朝木直子さんと矢野穂積さんも、政教新聞、某宗教団体新聞、月刊週刊を、月刊タイムスを、名誉毀損で提訴したんだぜ。え？それまたなぜかしら？掲載された万引きやアリバイ工作の記事が名誉毀損に値すると判断したからなんだ。店主や東村山署副署長も、取材への回答によって名誉毀損に加担した。などとして、朝木秋代さんの万引きを訴えた店の店主と東京都を被告に加えたぜ。すごく大掛かりなものだわ。どういう判決が下ったの？真実と断定するには足りないものの根拠は十分にあり相当性が認められる。という相当性を認めた判決が、下ったんだ。結果として政教新聞、牛尾、某宗教団体新聞についての請求は全て棄却されたぜ。これに対して矢野穂積さんたちは控訴しなかったぜ。名誉毀損の裁判合戦のようになっているわね。ああ、だが裁判はこれだけで終わらなかったんだ。これらの裁判に並行して朝木直子さんたちは、朝木秋代さんの事件は、東京消防庁東村山消防署救急隊の緩慢かつ誤った処置による過失があったとして、1億4000万という巨額の損害賠償を求めて1998年に東京都を提訴したんだ。え、本当に過失なんてあったの？実は、救急隊員は、到着してから25分間、救急処置であるマウスプマウス、心臓マッサージは一切していなかったそうなんだ。そして酸素マスクもつけておらず、まるで息絶えるのを待っていたかのようだったそうだぜ。ちゃんと処置していれば助かっていたかもしれないわね。それで、判決はどうだったの？被告側は朝木秋代さんの司法解剖鑑定書を証拠として提出し、朝木直子さんたち遺族は、鑑定書はなくなって1023日も経過してから作成され鑑定人の署名押印がなく、信用できない。と主張したが、東京地方裁判所で請求棄却されたぜ。その後の控訴審、上告審とも救急隊に過失は認められず、請求棄却されてしまったんだ。対応が遅れたのは何かしらの理由があるかもしれないけど、遺族たちにとっては理解しがたい行動よね。で、この事件は結局どうなったの？最終的には東京地方検察庁により、たまるの確証なしと結論付けられた朝木秋代さんの転落事故だが、残された同僚や遺族たちはまだ戦っているんだ。え？どういうこと？朝木秋代さんと同僚だった矢野穂積さんと遺族たちは東村山市民新聞などで、懸賞金1000万を出すとして犯人逮捕につながる情報の提供を募集したんだぜ。警察が動かないなら自分たちで解決しようと思ったのね。そうなんだ。だがその最中に事件が起きてしまうんだ。2006年2月5日早朝に、中年の男が朝木直子さん宅のサンルームのガラスを中年男が、怒鳴りながら繰り返し蹴ったんだぜ。その犯人は捕まったの？ああ、男は通報で駆けつけた警官に現行犯逮捕されたが、泥酔の上の偶発的犯行とされて不起訴されたんだ。それは、朝木秋代さんの事件と何か関係があるのかしら？関係性は未だにはっきりとわかっていないが、矢野穂積さんたちはこの事件は朝木直子さんを狙った計画的犯行であると主張し、ウェブサイトや東村山市民新聞で、これで11年前の朝木秋代議員丸大事件の真相がはっきりとした。などと、大々的に取り上げ、平成18年東村山市議会3月定例会の一般質問でも、脈絡なくこの事件を紹介したんだぜ。計画的犯行とする根拠があるの？矢野穂積さんはその男が連行されるのを一部始終見ていたが、とても酔っ払いには見えないことを証言したんだ。なるほどね。もし某宗教団体がこの事件に関与しているならば、母親の朝木秋代さんだけでは終わらないはずよね。十分にあり得る話だわ。それで、今でも同僚の矢野穂積さんと朝木直子さんは事実を解明するために頑張っているのよね？いや、
矢野穂積さんは2021年11月30日に74歳で亡くなっているぜ。だが、今でも東村山市議として活躍している朝木直子さんは、現在も SNS などで、朝木昭代さんの転落事故の真相はたまるだと主張し、対決姿勢を示しているぜ。警察の捜査はもう終わってしまったけど、その水面下ではまだまだ事件は続いているのね。いつか遺族たちの心に平穏が戻ってくることを祈っているわ。というわけで今回は朝木昭代さん転落事故について紹介したぜ。この事件が簡単には片付けられない不可解な点が多く残されていることが分かったわね。真相は不明だけど国民のために動いていた人が亡くなってしまうなんて悲しすぎるわ。霊夢の言う通りだな。二度とこのような事件が起きないよう真相解明に政府には動いてほしいな。みんなの意見や感想があったら気軽にコメントしていってほしいぜ。よかったら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。